マックス・アラン・コリンズは、アメリカ合衆国の推理作家。小説のほか、脚本や漫画、コミックストリップ、トレーディングカード、映画のノベライズなども手掛ける。代表作は、2002年に映画化された、グラフィックノベル、ロード・トゥ・パーディションや、ミズ・ツリー、チェスター・グールドから引き継いで執筆する、コミックストリップ、ディック・トレーシー、バットマンなどである。 ダークエンジェルや CSI、科学捜査班などのテレビドラマでは、オリジナル小説を執筆した。最近では、ボーンズのオリジナル小説、ボーンズ深く葬られし、ものを上司した。なお、ロード r ディションにはロード t ーパーガトリーとロード a ーパラダイスの2作の続編があり、グラフィックノベルも3作出されている。 同じく脚本家で作家のリー・ゴールドバーグとタイアップやノベライズ作家のための組織インターナショナルアソシエーション・オブ・メディア対インライターズを設立したアイオワ大学のアイオワ作家ワークショップで学んだ幼い頃からスイル作家ミッキー・スピレインのファンで後に彼と交友関係を築き1990年代にコラボレーションしたコミックシリーズマイク・デンジャーを上司 2006年に、スピレインが亡くなると、彼の未完の作品ディートストリート、ザ・ゴリアテ・ボーン、ザ・ビッグ・バンの完成を任された。他にも、未完の作品があるが、それらも、コリンズの手によって完成するであろう。1982年、レスリー・ニール・セント、クオリ別大ザ・ブローカークオリ、エス・リスト別大ザ・ブローカー、SY ワオリ、SD デール別大ザ・ディーラークオリ、 エスカット別大、ザ・スラッシャー・プライマリー・ターゲット・クオリエス。グレイテスト・ヒッツ、ザ・ラスト・クオリー・ザ・ファースト・クオリ・クオリ・イン・ザ・ミドル・クオリー、エスエックス・プロの泥棒が主人公の、このシリーズは、ドナルド・イ・ウェスト・レイクが、リチャード・スターク名義で発表した、アクト・パーカーシリーズにインスパイアされて誕生した。デート、マネー・ブラッド・マネー・フライ・ペーパー・ハッシュ・マネー・ハード・キャッシュ、スクラッチ、 フィーバースプリーモンザ・リビング・ツー・フォー・ザ・マネーから一と二をオムニバスとして編集し直した作品、コリンズの作品で最も長く続いているシリーズ。シカゴの私立探偵、ネイサン・ヘラーが、歴史的に著名な事件を調査しながら、オーソン・ウェルズ、フランク・ニッキ、サリー・ランドラ1930年代1940年代の著名人と関わっていく。第一作、シカゴ探偵物語、 悪徳の街1933は、シェーマス賞を受賞した。第5作、リンドバーグデッドラインで2度目のシェーマス賞受賞を果たす。第10作、フライング・ブリントでは飛行中に、消息不明となったアメリア・イヤハートとのロマンスを、交えている。第14作、シカゴ・コンフィデンシャルでは、時代は1950年代に移った。 アンタッチャブルの異名を持つアメリカ合衆国財務省の元捜査官エリオットネスのクリーブランドの公共治安本部長時代の活躍を描くシリーズ。ザ・ダークシティ・ブッチャーズ・ダズン・ブレット、プルーフ・マーダー・バイ・ザ・ナンバーズ妻、バーバラ・コリンズとの共著で、バーバラ・アラン名義で、発表作家のほか、映画監督、脚本家の顔も持ち、マミー。マミーに、マミーズ・リアル・タイム。 シージアット、ルーカス・ストリート・マーケット、エリオット・ネス、アン・アンタッチャブル・ライフなど4つの映画の脚本、監督を務めた。いずれも、コリンズの生まれ故郷である、アイオワ州マスカティンで制作された。また、ロックバンド、クルージンで作詞するなど音楽活動もしている。ありがとうございます。